高尾山は東京都八王子市にある標高599メートルのお山。今回は国道20号線大だるみ峠から城山へ登り、北東尾根から高尾山6号路と歩きます。中央線相模湖駅で八王子北口行きバスに乗り換えます。20分ほどで下車する大だるみバス停の上空北側には奥多摩や日光連山、回り込んで西側には大きく富士山や南アルプス、さらに回り込んで南側には丹沢大山や蛭ヶ岳、ぐるり一周した東側には筑波山や大きく関東平野が広がります。登山は大だるみバス停から始まります。ゴールデンウィークの頃とは花の種類もがらり異なり、新鮮な気持ちで花々を愛でることができます。城山山頂からは北東尾根にも珍しい花があるとのことで行って戻ります。縦走路を少し下った展望所で富士山方面の景色を堪能したら、巻き道を混んでいる山頂を遠慮して山頂トイレに到着です。ここからは6号路へ入り、雪谷を探しながらのんびり下れば高尾山口の駅に到着です。おはようございます。ここは東京神奈川県境の大だるみ峠。今日はバスでこちらまで来ましたので、この時間になってしまいました。もう9時過ぎてしまいました。今日はこれから登って高尾のお花を楽しみたいと思います。じゃあ参ります。ここはいきなりの急坂ですね。城山 1.8 キロとあります。今朝まで雨降ってましたので、道がとっても濡れてます。はい、最初の急登終わりました。はい、でここ一旦少し下ります。沢の音が気持ちいいです。雨上がりのこの緑の雰囲気いいですね。新緑の緑が綺麗です。下半分の急坂終わりです。城山へあと 1.4 キロという地点です。ここで稜線尾根道出ましたね。
笹葉銀杏ですね。花の丈よりも葉っぱが長い、もしくは同等ぐらい。まだ花しっかりと開いてません。はい、高尾神馬重走路到着。ここへ来ると相変わらず人がすごいです。こちらが白山の公衆トイレですね。大きな綺麗なトイレです。はい、日陰林道から登山道入ります。はい、この急斜面下ったところが日陰乗鞍というところとの最低安部ですね。あ、美山鳴子ユリがこの前はちっちゃかったけども綺麗に咲いてます。今日陰乗鞍から戻ってきました。トラバース道、これで一丁台の方行きます。はい、巻道から稜線道合流しました。あ、いつの間にかいい天気になった。青空が、ここは一丁平、こちらにトイレがあります。はい、まもなく最低安部、向こうが高尾山の稜線です。
はい、高尾城山の最低安部ですね。ここで道が3つに分かれます。今日は右側の道ですね。はい、ここは富士見台の休憩車ですね。全然富士山が見える雰囲気はないんだけど、こっちが大山、全く見えませんね。サギソウですね。しっかりとした葉、大きな葉、花も大きな花をつけます。はい、今日も高尾の山頂は割愛してきましたが、はい、こちら大きなトイレのあるところですね。はい、ここは五号路、それからこちらケーブレイク3号路。今日は6号路ですね。沢の中の道を行きたいと思います。すこぶるいい道に変わりました。また急半だけど。ここも作ってくれてるんだ。いや、素晴らしい道だな。
昔の面影全くありませんね。左上、白っぽいのが石刻です。これで最大望遠ですね。もうこれ以上大きくなりません。遠すぎます。何しろこんなに遠くにあります。この辺りシャガがたくさん咲いてます。5月の下旬でもこの辺まだシャガあるんですね。沢の水で涼しいんだと思います。琵琶滝到着しました。5時半ですがまだ結構明るいですね。はい、6号路歩いてまいりましたが、舗装道路に合流です。駅降りてきました。今6時7分いい天気です。今日もお花たくさん見られて楽しい一日でした。はい、ではお家帰ります。